いい、こういうの私、すごい七不思議持ってます。え、マジで一回降りながら。あ、難しい。どこまででしょう。わぁ、頑張れ。よし、これ難しいな。難しいよね。うわ、やばいこれ。え、これ、本番より緊張すると思う。せーの、マイナビニュースをご覧の皆さん、小西エイトです。高石あかりです。自爆少年花子くんは皆さんが知ってるトイレの花子さんをテーマにしたお話なんですけど、本当に学園でホラーでコメディでと本当に盛りだくさんな作品になっていて、僕が演じる花子くんはその怪異なんですけど、そのねねちゃんと一緒に学園の問題を解決していくお話になっています。僕が演じさせていただく花子くんというキャラは、大切なものと引き換えに呼び出した人の願いを叶えてあげられるという自爆霊です。お化けです。まあ、お化けなんですけど、まあまだ本当に原作でも謎に包まれていて、僕たち人間が思っているその幽霊というイメージをいい意味で裏切ってくれるような、そんな子です。はい。僕が一番、まあ、大事にしたいっていうか、すごく注目していただきたいところは、その花子くんと八代の関係は本当になんか絶妙な関係で、ずっと、まあ、花子くんが意地悪を言って八代を泣かせたり、八代を守るために花子くんがすごくかっこよく戦ったり、すごくギャップがあって、その花子くんと八代の関係もどんどん絶妙なんですけど変わっていくので、そこの関係を僕たちはこれから稽古で、うまく作り上げていきたいと思っているので、ぜひそこに注目していただきたいなと思っています。はい。じゃあまあ、あ、僕からすごい。え、ちょっとでもまあ花子くんといえばちょっといやらしいセリフに聞こえるのかもしれないんですけど、まあ花子くんといえばということで、じゃあちょっと行ってみます。近寄って。あ、難しい。どこまででしょう。あ、これちょっと、うわ、やばいこれ。これ本番より緊張すると思います。いきます。お題は体で払ってもらうよ。イエーイイエーイ。あ、ちょっともう一回だよ。みんな拍手してよ。こんなセリフ言うことないじゃん。そうですね。お題は体で払ってもらうよ。じゃあ私ですね。頑張れ。よし、これ難しいよね。いきます。よし。花子くんって呼ぶね。その方が友達っぽいでしょ。すごい。やめてください。やめてください。僕はなくし物はよくしましたね。もっけがいたんじゃないですか。いいな、いいな、いいな。こういうもっけちゃんいるのいいな。いや、私すごい七不思議持ってます。え、マジで経験したことあるの。はい、タイトル修学旅行。中学の友達と、いや懐かしいねなんて話してて、で修学旅行高校あったねみたいな、楽しかったねみたいな話してる時に、私も行きたかったなって言ったんですよ。私仕事で行けなかったって言って、行きたかったって言ったんですけど、友達が一言、あなたいたよって言われたんですよ。はい、怖い。そう、ちゃんと怪談話じゃない。私いたんです。修学旅行行ってたんです。物忘れが激しすぎて修学旅行に行ってたっていうのを忘れてたっていう。なんだ。ただ忘れてただけ。そうですそうです。行ったの忘れてた。びっくりした。どういうあれだと思いますか。いや本当に行ってないのに友達 のところには見えていたっていう。そう聞こえなくもない。そう聞こえて。そうですよね。本当にやばいな。そう、よかったよかった。忘れてたっていう。せーので言いません。せーので言います。絶対一番分かんなくなるけど。何言ってるか分かんなくなるけど。じゃあいくよ。あります。あるある、決めた。せーの、たくあん。ちょっと言いますか。たくあえるです。そう、波です。今年は本当に蓄積の1年だったと思います。2019年にいろんな作品で経験を積ませていただいて、そこでお芝居の楽しさを知り、まあ、ここからもっともっとお芝居頑張ろうと思った矢先にこういう状況になってしまって、いろいろなお仕事が
ちょっと亡くなってしまって、まあ、そこででもその同じ役者の友達とたくさんお芝居勉強したり一緒に作品たくさん見たり、もう今年は本当にそのたくさん蓄えられたと思うので、その来年はそれを存分に発揮できるように頑張ります。蓄えるです。波です。まあ激動な1年でジェットコースターみたいだったなっていう風に思って、楽しくもあり、まあ、いろんな経験をさせてもらって上がったり下がったりすごく楽しかったなという風に思います。来年ももっともっともっと波を立てて自分に自分をこう焦らせて頑張っていきたいなと思います。はい。私今まですごい舞台が多くて、これから映像の方にもなんか手を出すって言ったらあれですけど、なんかちょっと踏み込んでみようかなっていう、言ってしまえば調整の1年にきっとなると思うんですけど、お芝居を磨いて頑張りたい年にしたいです。僕はそのお芝居としては役者としてその、まあ、監督や演出家さんが思っている想像しているお芝居をもう超える、あこんなお芝居もあるのかと思いさせられるような、役者を目指して、まあ、2021年というかこれからずっとそれを目指して、頑張っていきたいなと思っております。花子くん、とっても素敵な作品なのでぜひ期待していてください。バイバーイ。バイバーイ。